か。こんにちは。さあ今日もねこの気持ちのいい練習場から、はい、ちょっと寒いよ気持ちいいっていうのも雨水されてきてるちょっと今日寒いです、まあ、寒いなちょっと気温今日ね、はい、ちょっと10度しかないので寒いんですが、はいはい、まあ豊さんはね、はい、なんといっても現役時代からコントロールがいいと。あのさ、はい、まあ皆さん知ってるかもわからないけど、はい、言葉の説得力ってやっぱ見せないと、うん、あ、まあ、そうですね。そう、言葉だけで信用 してもらえない時あるから。そうですよね。で俺もコントロール良かった良かったって、うん、どのぐらい良かったのかっていうのを実際のところ。そうですよ。いや俺はめちゃくちゃコントロールは良かった、自信あったの。あ、そうなんですね。そうそうそう、ちゃんと構えたところに送球するっていう。持ちですよ、持ち、持ち、持ちです。ということはですよ、はい、後ろ見てください。何でしょう豊さん。ストラックアウトです。そうです、あの1から9まで、はい、豊さんどのぐらいコントロールがいいのか。そう、俺はコントロールがいいっていうことを証明します、うん、証明する、証明します。じゃあ何番って言ったところにちゃんと射抜くことができるということですね。ちょっとずれるかもしれないけど、ずれるかも。でもそこら辺には行くということで、まあ、絶対。そうですよね、はい、これいわゆる難しいとされているのは何番なんですか。まあ、7とか3とか。あ、なるほど ね、対角線ちょうどね、外の低め、うん、でもねこれね、うん、言っとけよ、まあ、最初から言い訳するのもよくないけど、はい、的がちっちゃいよ普通のストラックアウトよ、かなり。ちょっといいですか。ああ、どのぐらいちっちゃいかというとですね、私の手のひらです。そうだろ、これぐらい、これしかないです。お前こんな、お前子供じゃないんだから、ね、お前いい大人なんだから。これしかないです。そうだろ、そこだから結構な確率で投げないと当たらないよ。いや、かなりこれエース級のピッチャーでも難しいんじゃないですか。難しいと思う。そうですよね、うん、じゃあちょっともうコントロールのいいところをねこれでぜひちょっと見せてもらわないと。何球かかるかね、ちょっと自信はないけど、はい、まあ普通だったらストライクアウトってまあ12球とか15球とか与えられて、うん、その中でクリアしていけっていうんだけど、はい、当たらなかったら帰らないから。本当ですよ。本当だよ。もう明日になっても明後日になっても一人で。明日ゴルフある。いや、それまでにはじゃあ。あ、それまでには完了する。なんならこっからゴルフ行ってもらうこともありえますか、ね。いや、クラブ事務所に置いてきちゃったんだよね。じゃあ、まあ、しょうがバット持ってきましょうよ。まあそうだな。その時は。バットでいくつで回れるかっていうの面白いよね。それ面白いですね。ノックしながらさ。そうですよ、ゴルフ。いや、面白いですね。で、グリーンに上がったら そこでバットでパターする。面白いですね。ゴルフ場に怒られるけどね、完全に、ね、まあ、完全そうですね、出入り禁止になりますが、これはやらないとしても、まあ、とりあえず、どっか、まあ、とりあえず、まあ、とりあえずね、そうですね、あ、それ貸していただけるゴルフ場があればね、ちょっと、まあそうだね、ぜひね、どこかでとで、はい、明日行ったら交渉しとくわ。あ、お願いします。はい、じゃあ、じゃあ、終わりじゃない、終わりじゃない、これからやるんですよ。ね、じゃあ、豊さん、はい、見せてください。はい、わかりました。はい、じゃあ、5番。5番。はい。いくよ。どうぞ。豊川さん今どこにも当たらず8の下あたり、ね、漢字は分かった、分かりましたか。はい、いくよ、5番。はい、5番。これ一応7が今当たりましたけど、はい、もう一回いくよ。はい、5番。これさ、これちょっと待ってください、これ当たってひっくり返るのか。これ当たってお前戻ってんじゃねえかよ。当たって戻ってきましたよ、めくれて。ちょっと待って、はい、正確に当てるから。ほら、当たってるけど分かんないじゃない。ちょっとこれ分かんないですね。今完全に9番に当たってるもんな。そうです。いくよ。はい、次何番。5番。5番、1回もまだ当たってない。はい、7と9だけです。まだ当たってないよね、今よ。はい、また7番。いや、8じゃないの今。8めくれてないです。めくれてない、うん、あ、ゆたかさん、ごめんなさい、ゆたかさん、これ回ってなかった。バカ野郎。いくぞ。はい、何番。なに。5番。はい、何番。ほら、3番いった。グリーンになってる。5番。7だな。よ、いや、真ん中投げる練習なんてしてないんだよ。 OK、 打ってみろ。はい、2番いった。3番もいってるだろ。はいはい、真ん中。
え、なんで？はい、何番？5番。はい。いった！5行きました。で、あと何番が残ってる？あと1、2、4、8です。よし、1。1。ちょっと高め。7行ってます。はい、行くぞ。はい、外高めですよ。惜しい、3です。3です。 3投げすぎて引っ戻っちゃいました。行くぞ。はい、惜しい。おー、1,2,4,6。おし、1行ったろ。1行った。外高め行きました。あといくつだ。あと2と4と6です。2,4,6。どこ行きますか。4。はい、外外。あ、行った。素晴らしい。はい、あと2と6です。2と6。真ん中高めかインコースです。2,6,2,2高め。行った。素晴らしい。ラスト6。はい。あ、ちょっと足滑った今。あ、今のはワンバンですね。よし、6。インコース、インコース。ちょっとさ、森藤、的がずれてんだよね、こう。あ、行った。行った。素晴らしい。成功です。結構すごいだろ。すごいすごいすごい。はい。はい、豊さん。疲れましたね。ちょっと張ったな。久々だし。あとね、うん、この企画って何級じゃなきゃダメなの。まあそうですね。高級はダメだって、壊れちゃうから。あ、まあそうですよ。そうそうそう、勢いついちゃうし。もう高級と軟式の投げる感覚って分かんないんだよ。微妙に、微妙に違う。ちょっと言い訳。いや、まあ、でもすごい、最初難しいと言ってた7番か。疲れたよ。大丈夫ですか。まあ7行ってね、うん、まあでもこれで俺がコントロールがいいっていうのは分かってくれたと思うんだけど。あ、もう完全に分かりました。そうでしょ。そうですよ。時々足滑らしてたけどね。ちょっとね、つるっとね、つるっとね。そこら辺の軸のコントロールはね、うん、なかなか難しいようでしたけど、まあ、でもそんなに時間かからなかったでしょ。早かったですよ。何球ぐらいだったか分かんないけど、まあおそらくスタッフが数えてくれると思うけど。ですよね。だって15分かかってないですもんね。かかってないでしょ。早い。俺はね、バッピーとかやってたんだから。いつやったんですか。もう投げんの好きでさ、コントロールいいから。でよく頼まれたんだよ。だから投げてとか言って、あ、いいよとか言って。そう、元気の時だ。オールスターのホームラン競争でも、はい、ホームランを打たすためこうやって投げた。あ、そうなんですね。投げてた、投げた。はあ、だからヒロさんにデッドボール当てたみたいな。それあえて。あえてでしょ。じゃあ、あえてじゃない。違う。ある程度やっぱ加減すると難しいんだよ、ちょっとね、うん、え、嫌いだったとか。いや、全然で、広沢はちょっとインサイド寄りが好きだったの。投げてて、投げてて分かるんだよ。あ、ここだったらホームランになるっていうの。あ、ちょっとインサイド寄りの甘めが好きなんだよね。あ、そこを言ったんですか。だからそこを投げようとしてたら、うん、ボコーンって当てちゃう。豊かさん。でもそんな大した球じゃないよ。あ、そう、そこはね、うん、ということでね、これでね、豊さんの証明できましたよ、はい、コントロールの良さが、はい、これで一つ、コントロールの話をしても、うん、説得力があるでしょ。ありますね。あ、できました、これで。はい、はい、よかったよかった、成功して。はい、ありがとうございました。